水曜中華ナビラインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11を回りまして5月の1日、金曜日、旧暦のうちなぐみでは3月の13日の遠い日、さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思いますけども、今日はルーツユンタンジャお届けしてまいりたいと思いますが、今日はですね5月に入りましたので、ラジオ広報読谷ということでですね、今日発行されました5月1日、広報読谷5月号この内容をですね言葉で、音声でもってお伝えしていこうということで、やっていこうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。その他ねいろんな情報も、お時間がありましたらお伝えしていきたいと思っておりますけども、よろしくお願いをしたいと思っております。それでは、今日はですね、まあ、1日ということもありますけども、まあ、5月、さつき晴れ、ね、お天気の方も良くなったようでございますのでね、頑張ってまいりたいと思います。1時間お付き合いください。お相手は、なくさねともはるです。よろしく、おにげさみら。さてお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。1時間お付き合いいただきたいと思いますけれども、今日はルーチユンタンジャ、ね、金曜日ですね、週末なのに5月の1日ってなんか気持ちがいい感じがしませんか皆さんね、今日から5月っていう感じ、張り切っていこうっていう感じなんですけど、明日から休みみたいなね、そんなわけでもうちょっと頑張れば、はい、明日明後日またお休みの方も多いんじゃないかなと思いますけれどもね、お天気の方もね、たった今沖縄気象台11時発表のお天気予報によりますと、本日の日中の最高気温は25度、明日も25度を予想しております。お天気は今日明日ともに晴れマーク1本ということでございます。嬉しいですね。降水確率は今日は 0%、明日は 10% というふうになってますけれども、夜曇りということでございますのでね、日中はもう明日の土曜日はね、楽しめるんじゃないかなと思いますけども、気になるのは明後日以降ですよね。明後日、ちょっと曇り、時々、雨みたいな感じになってるんですよ。週間天気を見ますと、日曜日の方がですね、降水確率は 50% で、月曜日4日が 60%、曇り一時雨と。そして、火曜日が曇り、水曜日6日が、曇りということで、それぞれ降水確率は 40% というふうになってますね。ちょっとこう、お天気の方がいまいちかな。もしお出かけになるんだったら、もう明日土曜日1日。もう思いっきり海に行ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね、それ以降はちょっとぐっついた天気が続くようでございまして、梅雨の走りになるのかなと思ったりもしますね。だいたいねゴールデンウィークちょっと日にちずれても雨みたいなね、梅雨みたいな感じですけどもね、昨年は5月の9日のが梅雨入り、宣言ということでね、あの梅雨入り宣言もね、梅雨入りした模様ですみたいな感じの発表ですよね。もうちょっとはっきりしてももらいたいなって思ってるのは僕だけでしょうかね。はい。まあそんなことは置いときまして、いずれにしても、お天気が今日明日いいということでございますのでね、ゴールデンウィークの走り、楽しく過ごしていただきたいというふうに思います。さて、ね、フェミタンも昨日の琉球新報の記事でもってですね、もういろんな方々に、フェミタンすごいねっていうふうに言われるように、昨日今日となってますけどもね、なんて言ったってっていう感じですけども、まあ
先週沖縄タイムズさんに掲載された時は、さほど反響はあまりなかったんですけどね、昨日の新報はねタイミングが良かったのかね、かなりの皆さん方に声をかけられております。聴取率調査、それが、83.7% ということでですね、もう全国的な快挙だというふうに、大きな見出しいただきましたけれどもね、ありがたいことでございます。Facebook 等でも私も、いろいろ皆さん方にメッセージを送らせていただきましたけれどもね、これも本当にこう、数多くいらっしゃいます140名余りいらっしゃるパーソナリティの皆さん方、ボランティアで、番組をやっていただく、本当にありがたい限りでございますけれどもね、これまで、6年余りやってきまして、今7年目に入ってるわけなんですけども、そういう意味では、多くの皆様方のお力添えをいただいてここまで来てるなという、もちろんラジオを聞いている皆さん方がいらっしゃるからこそでありますけどもね、そしてこの放送運営を、支えていただいているスポンサーの皆様方に本当に、感謝申し上げたいと思っております。本当に私たちもですね、できる限り地域の皆さん方のためにということで、災害時の対応ができるように、常日頃から、放送に関してはですね、危機感を持ちながらさせていただいております。またその中においても、信頼できる放送ができるようなですね、形を整えながら、まだまだ道半ばではございますけれども、頑張っていっていきたいというふうに思っておりますので、これからも引き続き、末永い、応援の方よろしくお願いをしたいと思います。またもちろん、声かけてくれるのも嬉しいですけども、はい、もういかんせん運営をしっかりしないといけませんから、スポンサーのご協力もよろしくお願いしたいと思います。はい、月々1万円から OK ですのでね、はい、ぜひ皆さんご紹介をよろしくお願いします。はい、頑張りますということでね、それぐらい置いときまして、さて多くの皆様方からのお声掛けもいただきながら、今日もね頑張って、情報発信していきたいと思っております。先を見ながらですね、進めていきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、ここでまた、広報の方もですね、皆様にお伝えしていきたいなと思っております。ラジオ機の皆さん方にもお伝えしながらやっていきますが、私たち、スポンサーの情報もねお伝えしてるわけなんですけども、ロイヤルレストランランチバイキング新価格のお知らせということでございまして、こちらの方も、私の番組の中でもね、紹介しておきましょう。はい、トリステーション向かいピンクの建物ロイヤルレストランは5月の7日木曜日からランチバイキングの料金が変わります、ね。現在は、平日大人1,080円、子供は、小学生以下で700円、幼児は、250円ということなんですけども、料金が、今回ですね、土曜と日曜は大人1200円になるということでございますね。週末土曜日と日曜日はですね、旬な食材を使った料理や、漁港直送の鮮魚のカルパッチョやお肉料理などメニューがグレードアップするということでありましてね、土日は若干料金が上がります。はい、ぜひともね、ごめんなさい、今7日から1080円になるんだね。そうなんだ。今も1,080円だったと思ったんですけどね、違うんですね。そうかそうか、据え置きだったんですね。若干だけ料金が上がりますけども、ぜひね、ご利用いただきたいと思います。昨日も私お昼ね、ロイヤルレストランに行ったんですけども、お客さん多かったですね。はい。やっぱりもうね、ティビッチも美味しかったですよ。はい。私はティビッチと、昨日はね、餃子だったんですけどもね、前回行った時はね、小籠包みたいな。はい。中華がちょこっと食えるっていうのが、なんかこう高級感があるなっていう感じがするんですけどね、私だけですかね。あれはちょっと貴重だなと思いますね。一品ありますけども、それとまた、タコス、あれもいいですよ。はい、皮がなんて言ったって黒ですからね、イカスミのタコスですから、イカしたタコスということでございましてね、ぜひねご賞味いただきたいと思いますね。今日もランチやっておりますので、はい、ぜひ土日も、ゴールデンウィークぜひね、グレードアップした、ロイヤルレストランの方に足を運ばれてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。続いてです。はい、第5回新淵映画祭本選のお知らせでございます。はい、今日 BGM がない、準備してなかったので、すいません。アカデミー賞授賞式のような、レッドカーペットウォーキングを行う第5回新淵映画祭の本選がいよいよ5月31日日曜日に開催されます。
ね、場所は沖縄残波岬ロイヤルホテル2階ロイヤルホールにて開催となりますね。これもね、もう5年になったわけですけれども、はい、今年ももう作品がね、10作品発表されております。その中で、グランプリね、準グランプリというのは各賞が、ありまして、10作品のうち5作品しか賞がいただけないということでございましてね、この第5回ニビチ映画祭もぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。チケット発売されております。この第5回ニビチ映画祭、まずお日にちは、5月の31日日曜日、お時間は12時の開演、11時30分から受付開始というふうになっております。入場料前売り券は2500円、これお食事代込みになってますからね。ニビチ映画祭だけではないですよ、はい、食事もなんと込みですからね、はい、お食事込みで2500円、前売り2500円、はい、当日は500円アップしますのでね、あらかじめ前売り券をお求めよろしくお願いしたいと思います。これは大変申し訳ないんですが、お席に限りがありまして、毎年なんですけど限定200枚のみとなっておりますのでね、チケットのお買い求めは FM 読谷までお願いいたします。5月の31日の日曜日、ぜひね、楽しんでいただきたいね、普通の映画館には行けないけどこの感動をね、感じてもらいたいですよね。詳しいお問い合わせは FM 読谷 098-958-7862 番まで、はい、098-958-7862 番までお願いいたします。はい、もうすでにね、発売開始しておりますので、入地実行委員会までご連絡いただければというふうに思います。受賞作品の上映と美味しい豪華な食事、一般の皆さんと、ぜひね、多くの皆さん方が来ていただいて楽しんでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、そしてあと一丁いきましょうかね。癒し堂 FM タンコラボ企画と足チェックマシン無料体験のお知らせです。もうね、好評なんですけど、毎週火曜日ですよ、やってます。はい、そのお知らせです。健康は足元から膝、腰の痛み、タコ、魚の目、外反母趾など、さまざまな悩みで困っていませんか？その悩み、足元レスキュー隊にお任せ。毎週火曜日8時30分から10時まで、朝ですよ、FM タンにて足元レスキュー隊の皆さんによる足チェックマシン。足チェックマシンとはですね、静止時、それから歩行時の 3DO 足圧測定器による解析、足の相談、爪のケアなど足全般の相談会を開催しますということでね、なかなかですね、介護とかそういうのも足に関してはあまりね、触れられないんですよね。でも知っての通り、皆さんね、声をかけるとほとんどの人がね、あ、ほら膝が痛いんだよなとかね、若い人はあまりねいらっしゃらないんですけど、ちょっと年配、我々からちょっと先輩ぐらいからはね、もうだいたいね、腰が痛くてよとかね、だってね、そのちっちゃい足でこれだけの体重を持ってるわけですから、足元をしっかりとですね、チェックしていただきたい。なんせこれ無料で今回できます。毎週火曜日のみなんですけどもね、無料体験カードを私たちお配りしておりますので、気になる方ぜひ一度 FM タンで、直接火曜日来られてもいいしですね、あらかじめ無料体験カードね、500円相当なんですけどもお配りしております。気になる方ぜひ一度お楽しみいただいて、まずはねチェックして無料で、はい、させてみたらどうでしょうか。アドバイスいただいたらね、そこから必要であれば病院に行かなければならないかもしれませんけど、大丈夫ならばいろんなね、運動方法とかもいろいろアドバイスがあると思います。ぜひね、足チェックマシン無料体験ね、頑張っていただきたいと、ぜひ参加してください。火曜日朝8時30分からです。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はルチュンタンジャお届けしております。5月の1日、さあ皆さんお手元に入りましたでしょうか。5月号広報読谷ね、読谷村役場とあなたを結ぶ広報読谷ね、まあ、月1回不定期ではありますけれども、できる限りね、月に一度はその、読谷村役場が発行しております広報読谷をですねラジオでお伝えしていこうということでね、まあ、概略にはなるんですけれどもね、でもあのこういうのが載ってるんだよっていうぐらいはね伝えていこうかなと。私もまあこの FM タンやる前はサラリーマンだったんですけれども、やっぱそういう時代はね、こういう広報読谷ってある存在もねあまりこう気に留めなかったんだ。まあお家にあったらあるなぐらいでね、中もチラリチラリって見るけど全然こう見て見ぬふりみたいな見て見ぬふりじゃないですけど、まあそんなレベルだったので、でも意外とね読谷村の情報とか、しっかりと載っております。あの意外とって言ったら失礼かもしれませんけど、普通私たち読谷村民はなかなかも目を向けない広報読谷なんですよ。ですからできるだけ、ラジオ聞いてる皆さん方には広報読谷手に取ってもらいたい。せっかくこれだけのね素晴らしい情報が入っておりますので、ぜひね、あこんなのが広報読谷っていうものには入ってるんだっていうことの一つのきっかけになってくれればいいなと思ってですね、昨年ぐらいから、毎月1回この広報読谷をね、私なりに紹介をさせていただいてるわけなんですけどもね、別に誰からも頼まれたわけでもないんですけどもね、私自身の反省を込めてね、もしかするとこのラジオを聞いて広報読谷っていうのは、ああこんなの載ってるんだって手に取ってくれれば、幸いだなと思いますし、また、ラジオ聴きの皆さん方で必要な方は、聞き流していただければなというふうにお仕事しながらでもですねよろしくお願いしたいと思います。さあバックで流れておりますのは、読谷村歌でありますのでね、そちらの方も聞きながら、ラジオを聞いていただきたいと思います。さあ今週の表紙は、第6回大気祭り&ユンタ市場4周年感謝祭同時開催っていうタイトルでですね、このユンタ市場の方でね、ファーマーズマーケットこちらの方でですね、鏡割りをね、やっている写真が載っております。 J 読谷ね、支店長やそれからまた読谷村の村長商工会長ね議長など観光協会長などなどがですね、鏡割りをするシーンがございまして写真に撮られております。3月の21、22日の2日間、第6回大気祭り& JA ファーマーズユンタ市場4周年感謝祭ね、読谷物産とマーサムン、マーサムンというのは沖縄の言葉でね、うまいもんという言葉は沖縄の言葉でマサムンって言うんですけどね、マサムン市が開催されましたということで掲載されております。さてでは開けた1ページです。はい、これ連載でね、毎月入ってますよね、12月まで、これ連載されてるわけなんですが、戦後70年を語り継ぐというタイトルで、戦争体験証言記録ということであります。今日は今月は宮城源信さん、はい、元ね先生でありますけどね、大湾に、お住まいであるということで、大正14年生の、宮城源信さんのお話が、載っております。重々空襲のお話、それから長田の、避難号へ行かれた話、名護の後期へ、行ったお話、それから国神の山の中から苦心に渡り山を降りていく時の模様など、その戦争当時のですね、お話が書かれておりますね。ぜひ、こういうのを私たちの世代ね、戦争を体験したない世代にしっかりと伝えていかなければならないなっていうのを改めて感じるわけなんですけども、70年を語り継ぐというタイトルで書かれておりますので、ぜひ広報読谷5月号読まれてみてはいかがでしょうかね。ちょっと走りだけ、お読みさせていただきます。宮城源信さんの、戦争体験証言記録です。重々空襲。当時私は青年師範学校に通っており、重々空襲の日も比謝橋の集落内を学校に向かっていました。ぐすくま礁の前に、差し掛かった時、十滴
実敵、実の敵と書いてますね、と、兵隊たちが大声で避難を呼びかけてきました。私は実感がなく、すぐには認識できずにいました。 2,3 分は経ったのでしょうか。やっと家に走って帰り、家族を防空壕に避難させました。爆発音が家の周辺で聞こえ、壕の中でじっとしていたのですが、落ち着いてくると攻撃の様子を見たいと思い外に出ました。ガンヤーの近くに包囲ガジマルと呼ばれたガジマルの木があって、そこから様子を、伺うことにしました。北飛行場方面の上空を敵の攻撃機が編隊を組んで攻撃していました。近くの高射砲陣地からも反撃しているようで、ほとんど当たりませんでした。以下、続きますけれども、このような、戦争体験証言記録が、記されております。ぜひね、今回の5月号広報読みターン読まれてみてはいかがでしょうか。はい、さあ、それでは続いて、ご紹介していきます。2ページ3ページと入っていきますけども、平成27年度ノーベル平和賞を夢見る村民基金事業募集のお知らせです。村民の皆さんのユニークなアイデア、発想で行われる地域づくりの企画、立案に対し助成を行うノーベル平和賞を夢見る村民基金の収益事業を募集します。これまで各アザや各種団体による緑づくり事業、記念誌の発刊、交流事業などに対して助成を行いました。助成希望の団体は、助成事業申請書に予算書や見積書、その他概要を説明する書類を添付し、役場3回企画財政課へご提出ください。申請書の提出は、1年を通して受け付けますが、事業を審査する運営委員会が年2回、ね、これは6月と10月ということです。なっておりますので、運営委員会に間に合うように申請をお願いいたします。ということでね、読谷村企画財政課からのお知らせでございます。助成事業申請書は公式ホームページからダウンロードができるということでございます。詳しくは、企画財政課 982-9205 までお願いいたします。続いて、同じく企画財政課からです。座間味村、読谷村、糸満市連携、平和のトライアングル事業を実施ということのタイトルで、掲載されております。沖縄戦時における米軍上陸の日である4月の1日、平和のトライアングル事業の一環として FM メタンの特別番組が戸口の浜にて収録されました。特別番組では、今年度の読谷村の平和メッセージである古源小学校の中村美希さんの作文、青い平和な空の朗読が行われたほか、塩川信子さんから沖縄戦当時のお話を伺いました。その様子は読谷村公式ホームページからご覧いただけます。また、当日は二度と悲惨な戦争が繰り返されることがないよう、お昼の12時にサイレンを鳴らし、村内において黙祷が捧げられましたということでね、記されております。まあ、写真は、黙祷をしている子どもたちの写真であったりとか、それから、朗読をされております中村美希さんのね、姿であったり、それから、中継車の中から、私とですね、塩川信子さんが放送している様子などが写真に写っております。それでは続いて、読谷見聞録のコーナーです。5月の読谷見聞録のコーナーには、3つ入ってますね。1つはザキミ城跡を、ザキミ城跡周辺を巡るウォーキング大会が開催された模様が入っております。これは、そうですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい、BGM がなくなってしまいました。はい、これはザキミ城跡周辺をめぐるウォーキング大会、陸上競技場から木道コース5キロとファミリーコース 3.5 キロに分かれ、ザキミ城跡周辺をめぐるウォーキング大会が読谷村スポーツ推進委員協議会の主催で3月22日に行われました。各コースでは、普段見ることの少ない植物や、それから遺跡など隠れたスポットもあり、参加者は、疲れたけど楽しかった、車からは見ることのできない風景があっていい経験でしたとの声が聞こえましたと、記事は伝えております。
さあ続いては見聞録2つ目、平成27年度海開きということでね、読谷村では4月5日読谷村村営残波ビーチで安全祈願祭が、営まれ、海開きが宣言されました。祈願祭では田島副村長をはじめ警察、消防、漁協、そしてホテル関係者が出席され、田島副村長は、海は美しい一方で危険な場所でもあります、今年も安全なビーチ管理にご協力をお願いしますと挨拶しました。残波ビーチ、二来ビーチは4月から10月末まで監視員が常駐しております。水難事故に注意し、海水浴を楽しんでいただきたいと、伝えられておりますね。4月2日もう海開きやってますから、まさに今日明日は楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますよね。はい。さあ、読谷見聞録3つ目は読谷プロジェクト in 読谷村立美術館ということでありまして、4月11日読谷村立美術館では沖縄戦読谷村三部作、島くつばで語る戦友、戦後70年沖縄美術プロジェクトスリルレジネーションレジレーション実行委員会が、主催をしております。そのオープニングセレモニーが行われましたということで伝えてますね。これについてはね、別紙また地図がチラシが来ておりますね。島くつばで語る戦友読谷編ということであります。琉球湖を記録する会は2005年島くつばで語る戦友、戦後60年500人の記憶として県内各地、本島、国頭から糸満、そして離島は久米島、宮古、八重山、与那国まで約85箇所の地域の公民館や老人会などの協力を得て約700人の戦争体験者を記録しました。すごいですね。特に地元読谷村では、村老人会、各公民館、そして、村立歴史民族資料館、村史編集室の協力のおかげで150人余りの体験者を撮影しました。今回戦後70年の沖縄美術プロジェクトスリルレジレーション、はい、お送りしております新誕者出番ですよ。先ほど失礼いたしました。読んでる途中に CM に行っちゃいましたね。大変失礼いたしました。本当に申し訳ありません。はい、先ほど島くつばで語る戦友読谷編のお知らせの途中でありましたね。はい、大変失礼しました。はい、どこまでやったやろうか。はい、いろいろとね、各公民館とか、それから、村立歴史民族資料館、孫子編集室の協力のおかげで、150人余りの体験者を撮影したということね、書かれておりましたね。島くつば語る戦友読谷編では、明日5月の9日、失礼しました。明日5月9日じゃないよね。来週の5月の9日土曜日、
はい、午後2時からですね、島くつばで語る戦いゆう読谷編上映と対談が行われるということでございます。はい、会場は読谷村文化センター中ホールで行われますので、ぜひね、皆さん足を運んでみていかがでしょうかね。こういう本当に先ほどもねお話ありましたけど、やっぱりこう語り継いでいかなければならない、今の若い人たちにこの戦争体験をさせるわけにはいかないので、当然ながらね、せめて、体験者の皆さん方の声を聞き、伝えることをですね、私たちは受け止めなければならないんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さん、機会がありましたら5月の9日土曜日午後2時から読谷村文化センター中ホールで行われますので、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、ついていきますよ。広報読谷、はい、赤十字感謝状贈呈ということでね、すべての人々の幸せを願い、明るい住みよい社会を築き上げていくための影の力となって身近な奉仕に従事するなどを信条とし、平成元年に読谷村赤十字奉仕団が結成され、今年で27年ということでね、皆様方が感謝状をお受けになられております。はい、石峰村長からですね、はい、読谷村から感謝状をいただいております。それから、読売ローレン役員評議員が、新しくなったということでございまして、新旧役員が石峰村長のもとを表敬されましたということです。新会長は、岸本さんね、1年間楽しく愉快に活動していきたいということで抱負を語っていたということでございます。それから、教育委員会のですね、教育委員の皆さん方も新しくなったということでございますね。はい、比嘉浩さんが、教育委員長に当選されたということでございます。はい、比嘉浩教育委員長、またこれからもねよろしくお願いをしたいというふうに思いますね。はい、さあ続いて読谷村婦人会も新役員になりましたよということで、石目村長のもとを表敬訪問しております。会長はアメクナミコさん、ナミラのご出身だということでございましてね、副会長富山千恵子さん、高潮から、他会計には松戸清美さん、フルゲン区から、初期は宮城成子さん、時志区からということで、読谷村婦人会の皆さん方も役員さんが変わられたということでね、この時期はもう各ね、組織改編になったりとかしておりますのでね、新しい役員の皆さん方多いんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、読谷村体育協会も変わったということです。4月10日に平成27年度のね、読谷村体育協会の新役員が、石見村長を表敬したということで、会長はアメク竹俊さん、副会長は千葉雅さんかな、はい、山内雅直さん、理事長に植地栄さんということでございましてね、皆さんが石見村長のもとを訪ねております。さあ続いて、広報読谷5月号6ページ、国保税軽減制度が改正されました。はい、国民健康保険税は加入者の所得に応じて計算し課税されますが、前年中の総所得金額が一定基準以下の場合には、はい、国保税の均等割、平等割額を、減額しまして負担を軽くする制度があります。その、軽減判定上判定所得基準額が以下の通り拡大しましたということでね、載っております。平成27年4月1日からは、33万円以下は7割減額、それからね、これあれですね、ぜひこういう皆さん方、担当の皆さん方は世帯主とか国保税関係の皆さん方は一度健康保険課に相談に行った方がいいかもしれませんね。うん、そういう減額制度っていうのは知らなかったら損しますからね。国民健康保険税ね、加入者の所得に応じて計算し課税されますが、前年中の総所得金額が一定基準以下の場合には国保税の均等割、平等割額を減額し負担を軽くする制度がありますということですので、はい、所得が33万円以下の方々、ちょっとご年配の方が多いと思いますけどもね、ぜひ一度相談なされてみてはいかがでしょうか。はい、税務課、住民税係までお願いいたします。はい、それから、5月は固定資産税第1期分の納期ですということですね。
5月は平成27年度固定資産税第1期分の納期となっております。今月お届けした納税通知書に同封の納付書から1期分の納付書をですねご確認の上、6月の1日月曜までに役場、金融機関またはコンビニエンスストアなどで納付してくださいますようお願いいたしますということですね。はい、固定資産税第1期納期限は6月1日、詳しくは、税務課の方にお問い合わせください。 982-9206 です。続いて第57回水道週間のお知らせです。これは水道課からですね。本年はカラカラで蛇口に飛び込む僕の口をスローガンに第57回水道週間を6月の1日から7日まで村民ホールにて開催いたしますということでありますね。はい、これ私たちもね毎年、今年はもうね取材はもう3カ年間でもうプロジェクト終わりましたけどもね、水道週間の PR を、まあ、今年もラジオからやっていきたいなと思っております。さあ続いては、都市計画課からのお知らせです。平成27年度村営住宅、空き家町募集受付のお知らせですということです。はい、村営住宅の空き家への入居を希望される方の空き家町順位登録を次の通り募集いたします。空き家町入居者募集とは、空き家が発生することを想定した募集のため、すぐに入居できるものというものではありません。また平成27年度中に空き家が発生しない場合もございますのでご了承くださいということでありますので、詳しいお問い合わせは読谷村役場2階都市計画課までお願いいたします。電話番号は 982-9220 までお願いいたします。続いて広報読谷8ページ目指せ健康ユンタンジャーということでありましてね、検診のチャンスお得に利用しないともったいないと書かれてますね。これは何でしょうかね。はい、40歳から74歳の方は特に生活習慣病を予防してほしいということで、加入している健康保険での特定健診の受診が義務付けられています。そうですね、読谷村国民健康保険に加入している方は読谷村の健診を受ける必要があります。はい、そうです。特定健診実は無料で受診できるんです。いいですね。1年に1度のチャンスを利用しないなんてもったいない、お得ながん検診も一緒にどうぞということでありまして、なるほど、いいですね。国保の方は、へえ、実際の費用金額は6,892円、読谷村の特定健診の場合ですよ。でこれ丸々読谷村が負担するということでありますので、負担額は0円ということでございます。はあ、読谷村特定健診ぜひね無料ですから、ぜひ受けていただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。へえ、いいですね。ぜひこれね、詳しいお問い合わせは、役場1階健康環境課、982-29211、982-9211までお願いいたします。さらに、読谷村の検診は受けたいとき、受けたい場所でっていうのがね、書かれてます。これは何ですかね。個別検診。病院などの医療機関で検診ができます。受診する場所、時間は決められるので、忙しい方におすすめです。はい。それから集団検診、公民館などの施設で受診ができます。がん検診も一緒に受診できますよということね。日程はがん検診受診券に記載しております。もうすでに決まっているということでございます。それからね、読谷村ではナイト検診もあるんですね。はい。昼間忙しい方へ夜間の検診ということで、これは日にちが決まってます。9月の17日木曜日の午後6時から。定員70名で要予約ということでございますのでね、ナイト検診、あらかじめ予約で9月の17日木曜日、今からだったらね、休みも取れるんじゃないかなと思いますね。はい、それから集団検診、各公民館で行われる予定があります。5月は11日長浜公民館、5月の13日水曜日は瀬那覇公民館、それから5月の22日金曜日は宇佐公民館、5月29日は高千穂公民館ということで、どの会場でも受診できますよということでね、5月から集団検診がスタートいたしますので、よろしくお願いいたします。はい。では続いて、のページ、9ページは、広報読谷、赤十字の活動にご支援をということでありましてね、福祉課の方からの、
お知らせでございます。日本赤十字社では、日本国内外において地震や台風などの、災害や大事故に見舞われた、被災地において、緊急支援から復興支援に至るまで幅広い活動を展開しております。これらの赤十字活動は赤十字の人道的事業に賛同される県民一人一人が赤十字会員として、毎年協力いただく会費と寄付金を財源にして行われております。毎年5月は赤十字へのご理解とご協力をお願いし、年間500円以上のご支援をいただいていく方を募集する月間となっております。自治会役員や赤十字奉仕隊員などの皆様が奉仕活動として各家庭や事業所を訪問してお願いしております。今年も村民の皆様の赤十字への人道的事業へのご理解をご協力をいただき、世界の平和と人類の福祉向上の一役を担ってくださいますようお願い申し上げますということでね、多くの皆様方ご協力をよろしくお願いをしたいと思います。赤十字活動ご支援ご協力のお知らせでございました。続いて健康環境課環境係からです。狂犬病予防注射並びに犬の登録について、これね私たちの番組でもよくやってますけどもね、狂犬病についてはね、病名に犬と入っていますが、すべての哺乳類に感染する人畜共通の伝染病って、はい、危ないですね。発病するとほぼ 100% 死に至る病気です。日本では撲滅されている病気ですが、東南アジアでは多くの被害が出ております。海外から入ってくる可能性は十分に考えられます。もし沖縄県で一頭でも狂犬病が発生した場合、現在の接種状況では流行を阻止できませんと。へえ。人と犬を守るため必ず狂犬病予防注射を受けましょうと。狂犬病予防法により生後90日以上の犬は生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を接種することが義務付けられております。ペットを飼っている皆さん、義務ですよ。はい、ぜひね、各公民館で、予防集合注射がございますので、各公民館お問い合わせいただいたり、もしくは環境係の方まで、役場の方までね、ご連絡をよろしくお願いします。お問い合わせの方もよろしくお願いします。それから犬の登録ね、読谷村民じゃなくて読谷村県って言ってましたね、うちの日上幸は。はい、村県にしてあげてくださいということを呼びかけておりましたよ。はい、犬の登録手数料は、初めて登録する方は、3000円ということでございますのでね、ぜひね、ペットを飼っている皆さん方、よろしくお願いします。はい、ご家族ですからね、ご一緒に、犬も健康になっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、お送りしておりますユンタンジャデマンです。今日はラジオ広報読みたんお届けしております。コマーシャル挟みまして、この後は図書館だより給食通信と続きます。
さんお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。ちょっとお待たせをいたしました。はい、さあ今日はですね、5月の1日ということで広報ユンタン、ラジオ版でお届けしております。さあ続いては、もう最後のコーナーになってますけども、図書館だよりね入ってますね。はい、図書館だよりで沖縄の歴史を学ぼうという講座上映会が行われるということでねあります。これは、先ほどもちょっと申し上げましたけど、これは違うんだね。これは別ですね。5月の9日土曜日午後2時から、村立図書館主催で行われます。同じ時間なんでねちょっと間違いましたけど、5月の9日土曜日2時に、沖縄の歴史を学ぼうということでね、沖縄県の140年史琉球藩の設置をめぐってっていうタイトルで、また講座の方は5月の10日の日曜日の午後3時からも行われるということでね、9日の土曜日は上映会ね、これは DVD 即応辺野古の戦いということでありますね。10日の日は、沖縄県の140年史ということで琉球藩の設置をめぐってっていうことでね、10日午後3時から、はい、それぞれ行われるということでございます。はい、図書館だよりも入っております。そして、その下には給食通信も入ってますね。教えて給食費っていうキャッチコピーで今回は入っておりますが、学校給食は栄養バランスの取れた食事をみんなで一緒に食べ、楽しい心の触れ合いの中で子どもの健康を増進し体力の向上を図るものです。給食費とは学校給食に要する経費、いわゆる学校給食費ですね。これは、給食を食べる児童および生徒の保護者が負担すると学校給食法第6条によって、記されております。学校給食費は給食用食材を購入するためだけに使われているということでね、給食調理場の光熱費や職員の人件費には使われることはありませんということです。読谷村では1ヶ月あたりの給食費、小学校では4200円、中学校では4500円をいただいているということで書かれておりますね。1日あたりの給食費は小学校230円、中学校250円ということでございますね。給食費は期限内に納めてください。これね、私もあの PTA 会長をやってる時代が、ありました。古源中学校のね、やっぱり給食費に関してはね、やっぱりいるんですよね。なんで、義務教育だから給食費払わなくていいんじゃないのっていう方が本当にいらっしゃるんですよ。はい、そうではないんです。これは法律でですね、学校給食法っていうものがありまして、その第6条に学校給食に要する経費は、給食を食べる児童、もしくはじゃないね、児童及び生徒の保護者が、負担するというふうに記されておりますので、ぜひ給食費払っていただきたいというふうに思いますね。よろしくお願いいたします。期限内に収めてください。さあ、それから最近注目を浴びてます。ふるさとづくり基金、いわゆるふるさと納税ですね。はい、平成26年度読谷村ではですね、29件計240万とび4616円がふるさと作り基金ふるさと納税としてあったということでありますね。すごいですね、ふるさと納税。私たちも頑張ってふるさと納税やらなきゃいけないのかな。どうやってやるのかあんまりちょっと詳しくは知らないんですけど、はい、ぜひね、読谷村の村づくりのために有効に活用できるということでございますので、皆さんご寄付よろしくお願いいたします。以上、企画財政課からのお知らせでございました。はい、そして、12ページにはね、今回は、まあ、4月が読谷村の人事がございましてね、役場人事、はい、3月31日をもって退職なされた皆さん方の、氏名であったり、それから、これから4月1日から転任、それから人事異動なされた皆さん方のお名前、それから、役場の新採用職員など入ってますね。さらに読谷村役場商工観光会面相例ということで、職員人事交流事業として福井県大野市から職員1名が商工観光会へ派遣されました。これは、自治体首長の推薦により法政大学へ入学できるまちづくりチャレンジ入試と、本村と大野市がともに推薦枠を持っていることが縁で行われている事業ですということでね、新しく大野市の方から田辺彩子さんという方がね、商工観光課で今勤務しているということでございますので、ぜひね、声をかけてあげてください。よろしくお願いいたします。福井県大野市からでございます。
さあ、そして、読谷村シルバー人材センター開設ということでありまして、私もね、この番組でも、ゲストを迎えてお伝えしたわけなんですけども、4月の1日読谷村シルバー人材センターが開設されました。シルバー人材センターとは、仕事を通じて社会参加をし、健康づくりと生きがいを求めている高齢者が相互協力のもと自主的に仕事に取り組むことで地域の活性化に寄与することを目的とした団体です。おおむね60歳以上の会員が、これから屋内外の清掃や農作業、福祉、家事援助サービスなど、様々な分野でのご活躍が期待されますということでね、シルバー人材センター登録されたいという方はぜひね、おおむね60歳以上ということでございますのでね、ちょっとだけ、なんかこう生きがいを作りたいなという方は登録されてみてはいかがでしょうか。読谷村シルバー人材センター電話番号は 957-3390957-3390ということでございまして、さあ、そして最後は、ユンタンザインフォということでね、載っております無料法律相談のお知らせが5月の20日、13時30分役場3階で行われるということであります。それ以外にもいろいろとね、たくさん載っておりますよ。はい、ぜひね、お手元の、広報読谷ご覧になっていただきたいと思います。そして最後、企画財政課からは、平成27年国勢調査調査員募集ということで呼びかけをしております。また、子ども未来課子育て支援係からは、平成27年度児童福祉週間についてのお知らせが入っております。ぜひね、お手元の、広報読谷5月号をご覧になっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあ、お送りしてきましたユンタンジャー出番ですよ。今日はですね、5月の広報ラジオ広報読谷ということでございまして、させていただきました。週末素敵な、日々をお過ごしいただきたいというふうに思います。